神奈川県人権啓発センターです。今日はね、得た認別証について大変重要な発見があったので、それをお知らせしようかと思います。で、得た認別証にね、早吉さんっていう名前が出てくるんですね。まあ、この人はね、この得た認別証を取りまとめたと思うんですね。得たの早吉さんと、で、その中にね、同じ世帯に吉五郎っていう人がいるんですね。それで、これがね、明治3年の文書なんですけども、実はこっちね、明治12年の別の文書なんですけども、長谷川宗吉と長谷川義五郎っていう人が出てくるんですね。それで、この文書何かっていうと、この世帯をね、分けたんですよ。分家したんです、義五郎さんが。それで、これも確実に同一人物ですね。だって印鑑が同じなんですか、これ。で、まあ、もっと検証してみたんですけども、年齢も一致してますね、義五郎さんとこの長谷川義五郎さんは。ということは、やっぱりね、深谷の山鹿のあたりで、江田の人は後で、長谷川というふうに名乗ったっていう可能性が非常に高いですね。というか、まあ、ほぼ確実でしょう。で、大体埼玉工業大学の横のあたりにその長谷川姓の家が集まってるんですけども、やっぱそのあたりが部落だったってことになるんですね。ただね、非常に重要なこととして、その部落っていうそういう地域があるっていうよりは、実はあの中にもね、例えば松本だとかね、別の姓の家がいくつか混ざってるんですよ。で、なおかつこの得た認別証っていうのはね、その地域を表したものじゃなくて、もう本当世帯別にちゃんと把握してるんですね、得たというものが。だからね、今、その、部落からで生まれたから部落民だとかね、あと部落民が親戚だったら部落民とか、まあ相当いい加減なことが言われてるんですよ。そういうことはないですね。しかも、得たという身分は、こういうふうにね、世帯ごとにちゃんと把握されてたんですね。それで、まあ今ではね、学説でも否定されつつあるんですけども、得たっていうのは、こう、下層身分でね、下の方にある身分で、非常に悲惨な生活を強いられてたみたいな風に言われてきたことがあったんですけども、これを見るとそうは思えないんですね。ちゃんとこうやって印鑑持っててですね。で、このね、達筆な文書ね、多分この宗吉さん自身が書いたんじゃないかと思いますね。だからちゃんと文字を書いて、普通に商売もしてたんですよ。なおかつね、この長谷川さんね、実は後で農民って名乗ってるんですよ。だから、農民に近い生活をもともとしてたんじゃないかなというふうに思います。それで、まあ、この辺りからがね、ちょっと私の説なんですけどね、この得たっていうのはね、いろんな得たがあったと思うんですよ。この得たって、汚れ多いって書くでしょ？実はやっぱりね、そのまんまの意味だと思うんですよ。ただ、その汚れっていう概念がですね、例えばね、今コロナウイルス流行ってますよね。ちょっとね、医療関係者から聞いたことがあるんですけどね、農村の人はですね、例えば都市部にあるような病院なんかで働くと、明らかにね、感染症にかかりやすいんですよ。で、逆に都市部でずっと生活している人は感染症にかかりにくいんですね、明らかに。それはね、やっぱり統計的にそう優位に出るらしいんですよね。で、なんでそうなるかっていうと、都市部で人に混じって暮らしていると、やっぱりいろんな感染症にかかるんですよ。すると免疫ができるから、新たな感染症にもかかりにくいっていうところがあって、一方で農村で暮らしてる人、こう畑や田んぼに囲まれて暮らしてる人っていうのは、あまり人と接触しないので、感染症にかかりにくいと。ということは、免疫ができてないので、いざ人と接触するような仕事をすると、感染症にかかってしまうと。それでね、これ地方にもよるんだけども、得たっていうのは、まず一つは、都市スラムとか、まあ地方都市労働型部落っていうふうに、まあ、地方の農村の中に、人が割合密集して住んでる地域があると。そういうところ。まあ、さらには、完全に貧民地区になってるところ、そういう不衛生な場所ですね。そういうところの人っていうのは、やっぱり感染症にかかりやすかったと思いますね。あと、農村においては、農業以外の仕事をしてる人。鳥取県のね、僕、中西部ぐらいのね、部落っていうのは、
明らかにね、そんな立地悪くないし、悲惨な生活をしていたとはとても思えないんですよね。で、ただね、共通点があるとしたら、おそらく農業以外の仕事をしてたということなんですね。それで農業と農業以外の仕事って何が違うかっていうと、やっぱり農民っていうのはね、そんなに人と接触しないんですよね、普段仕事の上では。ところが商売をするっていうことになると、やっぱいろんなところに行っていろんな人と接触するんですよね。だからそういう意味ではね、この感染症に対するでかかりやすさっていうかね、そういうことで言えば、やっぱ商人の方が人と接触して、こういうコロナウイルスみたいなね、こういう病気にかかる機会多かったと思いますね。ということはですね、その汚れっていうのはね、まあ昔の人はそのウイルスとか細菌とか知らないんだけども、それでもね、やっぱり農民とそれ以外のね、人と接触するような仕事、あるいは文字通り本当死体とかね、動物の死体とか扱うような仕事をしてる人、そういう人と農民が接触すると、農民の方に感染症が移りやすいっていうことをね、やっぱ昔の人知ってたんじゃないかなと思うんですね。それで、まあ今となっては得た汚れ多いってかなり露骨な言い方なんだけども、やっぱりある意味そうだということに気づいてたんだと思いますね。その農民というものが、その人と接触したりだとか、死体を扱うような仕事をしてるような人に接触すると、やっぱ感染症にかかりやすいと、病気になりやすいと。だから、よく得たを恐れてね、接触することを避けたっていうのも、あながちこれ差別ではなくて、やっぱ当時の人も知ってたんじゃないと、やっぱり経験的に、その農民とは違う職業をやってる人と接触すると感染症のリスクがあるっていうことを知ってたんじゃないかと思うんですね。それでこの文章を見ると本当にね、もう得たってね、普通に書いてあるんですよ。で、とてもね、その、なんていうのかな、よくこう、悪いことしたり罪を犯した人がこういう下の身分に落とされたなんて言われるんだけど、とてもそうは思えないですね。もう普通にこう得たというね、身分が当たり前のように存在して、で、それがなんかね、その虐げられてるとか下の身分っていう風なね、なんかそういう扱いには全然見えないんですよ。なんかさらっと得たと書いてあると。だからそういう仕事をしてるんだっていう風に本人、そのこの人たちも納得してやってたんじゃないかなと。だからなんか汚い仕事をね、無理やりやらされたみたいな風に言われるけども、まあ今でもね、それは、その、人といろいろ接触するような仕事、まあ死体を扱う仕事、まあ昔ほど不衛生じゃないですよ。今はだいぶ衛生的なんだけども、まああとは、まあ刑務官だとかね、その当時は否認がやってたような仕事ですよ、昔だったら。そういったものを、じゃあ今そういう仕事をしてる人がね、そんな自分を卑下してやってるわけじゃないですからね。まあ普通に職業として、なりわいとしてやってるっていうだけの話で、それ以上でもそれ以下でもないっていうことが多いと思うんですよ。だから、これもね、得たっていうのをね、まあ普通になりわいとしてやってたわけで、何かしらこれがね、その得ただからその身分が低いとか、そういうことはやっぱなかったんだと思いますね、これから見ると。だから、その下手だから差別されて、それがなんか今のね、その困窮につながってるっていうことではないと思うんですよ。やっぱりその奈良とか大阪なんかのああいう都市スラムというか貧民地区っていうと、あれはあれでまた別のカテゴリーで、ただそういったところもやっぱ汚いっていう意味で下手っていうふうに言われてたんだと思うんですね。だから下手と一口に言ってでも、なんかひとまとめにできないっていうところがあるんじゃないかと思います。少なくともね、この埼玉の深谷のあたりの枝については、まあこういう感じでね、一概にその差別されてる仮想身分ではなかったんじゃないかなというのが、この文章から読み取れることだと私は思います。はい。ということで、今日の啓発動画でした。まあ皆さんね、このブラック問題の研究をですね、ぜひね、やっていただいてですね、いろいろご意見をいただけるとありがたく存じます。